皆さんこんにちは、まさきです。今日は、ヒッチハイク詐欺についてお話をしようと思っています。これがヒッチハイク詐欺です。その株式会社 L の出版社からの請負仕事を2004年ぐらいからやってまして、それの8割方が不払いのままという状況です。で、最終的には今年の9月末までには全額を払うという約束をもらったんですが、それも結局保護にされて、未だに手元に入ってきてません。金額的には50数万です。支払い督促とは、支払い督促申立書を裁判所に出すことによって相手方に支払いの請求が行くという制度です。内容の吟味はなく、申立人の主張そのまま通ります。その代わり相手側は異議申し立てができるようになっています。異議申し立てがない場合は申し立て人の主張が有効になり、強制執行の権限も生まれます。異議申し立てがあった場合は自動的に裁判に移行し争うことになります。準備する書類はこういうものです。ネットからダウンロードできるサイトもあります。自分でワープロで作っても良いそうです。提出するのは相手側の管轄の簡易裁判所です。私の場合は神奈川在住ですが、相手側が東京なので東京簡易裁判所です。今回私はこのビデオ撮影と並行してリアルタイムで申し立て書を作ってみました。ただ結果は分かりません。相手側がいい申し立てをすれば裁判になってしまいます。万一そうなった際にはぜひ皆さんのお力を借りて頑張りたいと思いますので、よろしくご支援をお願いいたします。